明日記者会見してそういう話みんなでするかな。前からちょっとずつね、7月に入ってからちょっとずつ相談をしてたけどね、本当に31日になって、ね、今までは誘いあると思って野球頑張ってたけど、話聞いてます、ね、まあしょうがないんで、誘いがないんで、そこはまた前向いて進みますんで、よろしくお願いします、ね。よろしくお願いしますね、ネオさん。これからも。ここで一緒に遊ぶでしょ。何する？ゲームするの？はい。昨日はよく眠れましたか？はい、ぐっすり。気づいたら寝てました。なんか、夢は見なかったです。見てないですね。スイッチ切るのって入団会見の時以来、ね、以来ですね、そうですね。今年2回目かな。NPB にいればね、キャンプの時も切るし、新幹線リードする時も切るし、ね、しょっちゅうスーツ切るんですけど、BC リーグね、移動、バスばっかりだから、ジャージばっかり着てたね、今年はね。その入団会見の時にこのタイミングでそのスーツを着ると思ってましたか？うん、そうですね、まあ、マロはね、半分ぐらい食ってやっぱこの球団に入ったんで、まあそういう時が来るのかもしれないかなとは覚悟して野球をやってましたかね、やっぱりね、うん。だからこそ若い選手たちと一緒にバス乗って移動できたし、若い選手といろんな話しながら野球をやってこれたと思うんで、うん、本当にいい経験はさせてもらってるかなと思いますね、今もね。